2017年イラン・イラク地震は2017年11月12日21時48分に発生した MW7.3 の大地震。イラン・イラク国境からわずかにイラン側にずれたケルマンシャー州で発生した。震撼はイランの都市ハラブジャから南西に3 0トルほどの地点である。イラン・イラクの全土で揺れが感じられたほか アラブ首長国連邦、トルコ、イスラエルでも揺れを感じる地域があった。少なくとも620人が死亡し、7000人が負傷した。震源の周辺は、長さ1 5 0 0トルの活習極帯であるザグロス山脈が形成されており、アラビアプレートとユーラシアプレートが衝突している、収速型境界であると推定されている。両プレートは、現在年間、 約2センチメートルの速度で相対的に短縮されており、症状断層や横ずれ断層を形成させている。当イベントの発信機構は症状断層型と推定されている。イランで620人の死者が報じられており、ケルマンシャーでの被害が特に甚大である。また、イラクのクルド人自治区関係者によると、 イラク周辺では少なくとも6人の死者と500人の負傷者が出たという。多数の犠牲者が出たイラク国境に近く、今回の地震で最大の被災地となったサルポルへ、ザハブでは病院が被災したため、手当が行き届いていない。両国で確認された被害状況として、1万5000棟以上の家屋が全壊し、7万人を超える被災者が出ている。低所得者向け公共住宅は、 マフムード・アフマディネジャド前大統領肝も入りの公共住宅事業の一環で建設され、設計上は M8.0 の地震にも耐えられるはずだったが激しく損壊。また、公共住宅は現地の建築士によると手抜き工事の疑いがあるということで、業者に対する政府の指導が足りなかったと言われる。イラン政府は11月17日にこの地震による 被害額は少なくとも50億ユーロになると発表した。トルコは92人の救援隊を待機させ、4000のテントと7000のブランケットを用意していると発表し、今回の災害で支援を申し出た最初の国となった。イランのロハニ大統領は、住居が全開などした被災者に見舞い金を拒出することを約束し、中長期的な支援をすることを誓った。しかし、 トルコをはじめとした各国の支援については、モハンマド・ジャバード・ザリーフ外相によると、自国で対応できるということで、依然拒否する姿勢を崩していない。またイスラエルは、赤十字を通じて、国交のないイラン・イラク両国に支援を申し出たが、イスラエルと対立するイランはこれを拒否した。ありがとうございます。